<laughs> おはよう、こんにちは。おは、こんにちは。<laughs> おは、こんにちは。<laughs> おは、こんにちは。 これがこれがこれをもうちょっとこっちに一緒。おはこんにちはー。<laughs> いつも棚が映ってなかったのに。おはこんにちはー。<laughs> ちょっとテロップを書きます。今日あこの配信は十時半まで三十分だけやって。 今日はまた一時から二時でやらせていただきます。で、ちょっと撮ります。その後は夜に九時か九時半から十一時の三回です。だから今は十時半までやります。<laughs> よしピタテロップを書きますえっと何時までって書くことにしたんです私はおっ虹だ虹だおクララルシェルフルさんだありがとうえっと10時半までです時計 お,お、ビス三イベント中です。よしできた。おんうんおひろきさんありがとうございますひろきさんありがとう嬉しい。皆さん今日は 何時に起きたんですか。朝早く起きた。私はちょっとゆっくり寝られました。お。プロミスダスターさんありがとうございます。おあえいちゃんえいちゃんさんありがとう。お。今起きました。十五分前。え朝は三時でございます。え。 早やっ。三時。あ、たっくんさん。たっくん七十一さん。ありがとうございます。三時って。夜じゃないですか。五 <laughs> 時、え、五時起き。早い。皆さん。ゆっくり起きた方もいらっしゃいますね。うん。 お、たくさんありがとうございます。お、あやりゅうパパさん、ありがとうございます。お、この服は。おじいちゃんの <laughs>。やつからもらった服なんです。あ、ザナトさん。ありがとうございます。これは。ラコステの。やつなんですけど。 祖父にもらったやつおじいちゃん体が大きいんですけどすごくなんですけど私がもらってきましたちょっとブカブカめふふ <laughs> <laughs> そうなんです今日は今日は10時半までの配信なんですけどあの今我が家にはお直人佐藤さんありがとうございます今我が家にはサーティワンアイスがございましてあの母と妹が買ってきてくれたんですけどこれ。 パーーティーはアイス談義をしようと思います <laughs> 私は何味を食べるでしょうというお話 <laughs> まだ食べてないんですけど私は何味が好きですか皆さんアイス おバニラおチョコミントチョコミントってすごい最近流行ってますよね最近どころじゃないですけど <laughs> お丸美るみさんありがとうございますおクッキークリームおいしそういいですねんアストロベリーチーズケーキ的なやつあっ 私も結構好きですストロベリーチーズケーキなんかチーズケーキの味がスイーツみたいです好きですおラブポーションが好きですおーラブポーションの中に入ってるあのチョコのハートのチョコかわいいですよねおロッキーロードおロッキーロード妹のお気に入りです <laughs> おお。バニラチョコレートストロベリーを王道ですね。王道のやつ。チョコレート。とかストロベリーとかの。なんだろう、シンプルな味付け。は。やっぱり美味しいですよね。<laughs> 私はあのコーンじゃなくてカップで食べますアイスはなんでかっていうとアイスだけを味わいたいか,ら <laughs> なんかあのコーンの種類がなんかモナカみたいなやつとワッフルみたいなやつお店によって違う。 じゃないですかそれがなんかワ,ッフんワッフルっていうかなんあれはなんていうんだんワッフルおせんべいみたいな生地のなんかコーンワッフルコーンか <laughs> ワッフルおせんべい <laughs> そうもなかじゃなくってワッフルコーンだったら食べます <laughs> なんか甘い 柔らかい甘さが好き。フロせんべい <laughs> はい。お、ワンタンさん、ありがとうございます。ラングドシャもいい、え。ラングドシャ。お、としきさん。え、すごい。アイスだ。アイスのお話し,してたら。<laughs> そう、モナカは。なんかアイスが垂れて、すぐしなしなになっちゃうから。 ワッフルコーンがいいラングドシャはもう美味しすぎますねなかなか見ないけど <laughs> うちもカップ派ワッフルで歯が欠けたからえワッフルどんだけ硬いの <laughs> でも私も転んで前は欠けてるから一緒だけんじさん彼女はパンクさんありがとうございます 私はどれを食べたと思いますがこの今月のおすすめ新作フレーバーはちなみに「ショコラヘーゼルナッツ」「ゴディバさんとコラボしてるみたいです」と「スイートポテマロパンプキン」えおいしそう!「スイートポテマロ?」おかしな 秋の味覚紫芋スイートポテトマロンモンブランパンプキンプリン風味のフレーバーにチョコビッチとクッキーも楽しめちゃうえっ、ー、ちょっと盛りだくさんすぎませんこれ美味しそう10月3日からだまだだったこれまだだった <laughs> あと期間限定もいっぱいありますやっぱり味覚の秋なのでね 美味しそうだよねマンゴタンゴマンゴーのやつとかえやっぱハロウィンにちなんでファンキーフランケンっていう名前があるえクッキー入りピスタチオ風味にチョコキャラメルリボンピスタチオおいしそうおいしそう <laughs> 味覚の秋ですね 私はさつまいもが大好きなんですよだからさつまいもはもうなんかいろんなところでこういろんなそのなんだろうなんか例えばシェイクとかのさつまいも風味とか出ると思うんですけどさつまいも味出たらつい買っちゃうんですよね <laughs>。 ちなみにヒン私選んだやつ何だと思いますかって今言ったんですけどヒントはあのいつも私ポッピングシャワーポッピングシャワーを食べるんですもうそれ以外食べないほぼなんですけど今日は私が買ったんじゃなくって <laughs> 母親と妹が買ってきてくれたから。 ポッピングシャワー選んでくれなかったポッピングシャワーか <laughs> だからそれ以外っていうのがヒント <laughs> ポッピングシャワーはタしなんです私もう小学生の時からずっとこれ以外食べないんです <laughs> 大好きだから初めて食べた時にはまってそれから 他の試したわけでもないんですけどあんまり他のものはあんま食べないんですけれどもうこれこそが思考だと思ってますママママロロロロンおマロンマロンンお、お、えいちゃんありがとうポッピングシャワーの上の紫のやつこれは10月3日からです <laughs> キャラメルリボンに一票を買ってきてくれたんなら新フレーバーかなーうんおワイプさんありがとうございます <laughs> ちなみに私がこうやって見て美味しそうだなーって思うのは ナッツおいしそうアーモンドカシューナッツピーカンナッツクルミピーナッツの5つのおいしさをあなたにだそうですよ <laughs> ハートのチョコが入ってるのあラブポーション 3T1 かなあとちなみにお大悠さんありがとうございますもう一個ヒントはえっと 私はんだろう買ってきてもらってみんなが選んだ後にこれって決めたから割と残されたものをあグーさんありがとうございます残されたものを選びましたなんかこんなほらちょっとねどこ見せようかな ほらこここれパパってて書いてあるの <laughs> パパちゃんともう買ってきたものはすでに割り振られてて私はもう決まってました食べるものが勝手にあ <laughs> ゆうじさんありがとうございます何だと思いますか でも決まったやつ大好きんか美味しそう <laughs> おっこうくんありがとうえっ今日は時夜の7時からテレ朝さんで1万人が選ぶアイスランキングやるんですねすごい面白そう <laughs> ピンクっぽいアイスどれかなこれこれとか ベリーベリースロー答えはでれれれでれてんこれ <laughs> これです限定のやつショコラヘーゼルナッツ <laughs> もう母が買ってきた時には母の心の中ではこれに決まってました <laughs> そう限定 が私だった私用にしてくれてたまだ食べてないですなんか食べるのにちょっと準備がいるというかこう気軽な気持ちで食べずにしっかりとよし食べるぞって思ってから食べたいから <laughs> 味わって食べたいから残してますわっ <laughs> モスささん佐藤ほとさんありがとうございます <laughs> アイス投げてくれたワイワイパクパクフ <laughs>、ね、でもねあんまりこうね置いといちゃうといつの間にか誰かに食べられてるみたいななんてことが <laughs> あるかもしれないので。 早めにね、食べないと <laughs>。もう秋ですね、今日。今日なんか涼しくないですか。<laughs> え、涼しいよね、今日。そうだ、私のアイスに桃かのって、た、書いとかないと。過去。<laughs> 書いとけば食べられないから。 お朝は涼しいけど今は暑いあ暑いんだちょっと室内にいるから何ともわからないんですけれどなんか起きた感じが涼しかったなぁと思いました <laughs> ちょっと妹ちゃんに食べられちゃうってダメ <laughs> 確かに。 もう九月も。下旬になって。きてるのか。うん、起きた時に汗かいてなかった。ですよね。お、ワイプさん。ありがとうございます。あ、クロロルシルフルさんも。ありがとうございます。確かに。 今日はなんか私起きた時にその起きる直前までに夢を見てたんですよ多分でなんか何か思いながら起きたんです今日なんですけどその起きた瞬間に夢を忘れちゃって覚えてたらお話できたのになんかでもなんかの夢見てたんですよねなんか思いながら起きたの でも寝返り打ったら忘れちゃった <laughs> なんで夢って忘れちゃうんだろう無意識だからかな <laughs> 私夢といえば定期的に見る夢がありましてそれは何かというと あの超変な夢なんですけど真っ黒な、ま、目の前が真っ黒真っ黒な目の前になんかあのゴシック体みたいな文字がなんかテロップに出てくるみたいな文字が白い文字が真っ黒のところにいっぱいこうブワって出て,きてくるんです。 でそれはなんかな何が書いてあるってわけじゃなくてなんか意識的に白い大きい文字がこうブワーっていっぱい出てくるの。で出てくるじゃんで出てきたらそれが急にグチャ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 ぐちゃって文字がねなんかなんて言うんだろうなんかこういうなんかこういう白い文字ちょっとこれ可愛いんだけど。 ただのなん,かなんか白い文字が黒いところにプカプカっていっぱいこうやっていっぱいこうやって何か難しいなんか説明しづらいんだけどお「おっいイちゃんありがとう」なんか白い文字がいっぱいこうやって「明けの明星さんありがとう!」いっぱいこうやって浮かんでそれが。 ってなってるって思ったら急に全部がぐちゃ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 ってなるっていう夢をもう本当にちっちゃい頃から定期的に見るのこれ何なんだろうなんかもう本当にすごいすごい変わってる夢なんだけどでそのその白い文字がねなんかもうスライムみたいに真ん中でぐちゃ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 ってなって「おえだっちさんありがとう」。 クリプトンさんありがとうでそのぐちゃぐちゃってなってるのがねもうぐちゃぐちゃ度がもう半端ないのもうなんかもう「ぐちゃ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 !」ってなんかそう言葉にできないんだけどすごいこうやって真ん中でね全部テロップがぐちゃぐちゃになるから。 そののぐぐちゃぐちゃゃがものすごい自分にとって不快でそう不快ででそれなんかお化けが出てくるとかじゃないんだけどもうすごい嫌な夢なのそれがでそれをちっちゃい時からもう定期的に見るんですよちっちゃい時はもうすごい頻繁に見てたんだけど最近はもう本当に。 たまーに1年に1回見るとかそんな感じなんだけどなんかすごい嫌な気持ちになるの文字がぐちゃぐちゃ真ん中でこうやってなんか丸まってんのがなんかガムテープをガムテープ上手に広げられなくて全部くっついちゃったみたいな感じになるの <laughs> そうえお魚天国さ」さ夢占いでもなんて検索したらいいかわからんえそうなんですよ 夢占いでしたいんですけど検索の仕方がわからない白い文字ぐちゃぐちゃとか <laughs> 一生懸命私も調べたことあるんですけどあ、あさんありがとうございますなんか同じ人同じ夢見てる人見たことないしなんか <laughs> これはどういう風に検索したら同じ夢見てる人を探せるのかなって。 なんかすごいもうぐちゃぐちゃ文字とかいっぱい考えたんだけどおひろじさんありがとう難し,難しいもうねそうちっちゃい時からこれはずっと見てる夢なの不思議な夢だよねそうめっちゃ嫌な夢なのこれ白い文字ぐちゃぐちゃしてるだけだけどもう超恐,恐怖なの。 お、ケイハンナさんありがとうございます <laughs> そう、これが私の定期的に見る夢 <laughs> すごい変わってるけどあ、時間がもうねもうちょっとで終わっちゃう早い三十分って見るときの共通点とかあるのかなえ？ないもう見てもうすっごい嫌な気持ちになって起きるの おバディさんありがとうございます。そうだからいつかね。この夢は何なのか？っていうのは？何なんだろう？でも、その浮かんでる文字がその夢の中だから、文字が文字として認識されてないっていうか、文字が文章になって頭の中に入ってくるわけじゃなくって、なんか白い文字が浮かんでて、それがぐちゃぐちゃになるっていう夢。 なんかこれと言ってなんかアイスとか浮かんでるわけではないの <laughs> そう読めないの不思議だね <laughs> みんなもそういう夢あるたけちゃん面白おもしろお同じ夢見れて面白いじゃんえ面白いんだけど不快なのすごい <laughs> おカップレイさんありがとうございます なんかすごい嫌な気持ちになるぐちゃぐちゃしてる文字見ると <laughs> そう潜在意識的になんかすごいねなんか嫌な気持ちになるのこれ何なんだろう <laughs> えっ低空飛行する夢 <laughs> お、じゃあちょっと もう終わっちゃうから、ランキング読むね。ありがとねいっぱい <laughs>。夢って面白いよね。では、ランキングを読ませていただきます。第十三位から。第十三位。バディさん、バディさん、ありがとうございます。はい、では第十二位。鬼さん。鬼太郎さん、ありがとうございます。パチパチパチ。 では第11位、たっくん71さん、ありがとうございます。たっくん <laughs> で。はい。では第10位、ザナトさん、ザナトさん、ありがとうございます。パチパチ。はい。では第9位、ユージさん、ユージさん、ありがとうございます。<laughs> はい。 では第8位クロロルシルフルさんありがとうございますクロロルシルフルさん <laughs> はいでは第7位ヒロジさんヒロジさんありがとうございますはいでは第6位エダッチさんエダッチさんありがとうございますはいでは第5位 えいちゃんさんえいちゃーんありがとうお変わった変わったおえいちゃんが9位になった今6位まで読んでたよねえへへへお,おどうしようじゃえいちゃんから上読むねはどうしようえっ5位から読んだ方がいいかな また <laughs> こんなこんなことしてるうちに変わっちゃうから読もうじゃあ第8位ワイプさんワイプさんありがとうはいでは第7位なおと佐藤さんなおと佐藤さん,おさんありがとうございますはいはいじゃあ第6位たくさんたくさんありがとうございますパチパチパチ。 はい。では、第5位。バディさん。バディさん、さっきも、さっきも、ね、読んだけど。ありがとう、バディさん。わかった。はい。では、第4位。ケイハンナさん。ケイハンナさん、ありがとうございます。ヤッホー。はい。では、第3位。ケンジさん。彼女はパンクさん。ありがとうございます、ケンジさん。はい。では、第2位。キタロウさん。 北郎さんさっきと変わっちゃった <laughs> 北たさんありがとうでは第1位ひろきさんひろきさんありがとうございますパチパチパチありがとうございますはいじゃあもうそろそろ半になるのでもう一瞬でしたねありがとうございました今日もいい一日をバイバーイ Bye-bye.